姫木さゆりさん、姫木さゆりインターネット生電話会、そしてサイン会、お疲れ様でした。がとうございました。初めてのインターネットのサイン会、そして生電話会、いかがでしたか？本当にいろんな歌手の方々がこのコロナ禍でネットでサイン会をやってる。わあ、姫木もやってみたいってずっと思っていて、で今回そのお話をいただいたので、もう本当に夢が叶いました。もうみんなでね、電話でお話しすることもできたし、もう今日本当に興奮して眠れないかもしれない。本当に嬉しいです。ありがとうございました。ね、留守番電話にもきちんと入れることができましたし、もう10分間というね、長い方もいらっしゃいましたが、ね、ファンの方と会えなくてもこういう電話ができて、そしてそれを生放送、インターネットのライブ配信で皆様にお届けができるという新しいキャンペーンスタイルになっておりますけども、また次回もお願いできますか？もうぜひやらせてもらいたいです。それこそこの今日がダメだったっていうか、でもまた何かあったらぜひやらせてくださいという方もいらっしゃったので、もうこういう機会があればあるほど、本当に嬉しいね。それでやっぱり会えない方と電話でつながれることがとっても嬉しいので、また機会があったらぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。いつでもまたゆうゆうモデルに遊びに来てください。遊びに来たいと思います。姫木さゆりさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆうゆうライブミニコンサート in 高田馬場、2021年7月22日木曜日、出演者募集スタートです。ステージの種類は3種類、10分間ステージ、20分オリジナルステージ、30分オリジナルステージ、この3種類からお選びください。そして夜の部は新しい音楽番組、加山明夫のゆうゆうミュージックがスタートします。加山明夫が司会を務め、ゲストと一緒にライブ配信、インターネットの生放送で皆様に素敵な音楽番組をリアルタイムでお届けします。お問い合わせはゆうゆうモデルまで、お待ちしております。第4回ゆうゆうライブコンサート in 練馬文化センター、2021年9月9日木曜日、出演者募集スタートです。昼の部は北川大輔と歌仲間、夜の部は桂隆二と歌仲間。コンサート会場からライブ配信、インターネットの生放送を行います。ライブ配信のスタッフは某国民的アイドルのツアースタッフです。お問い合わせはゆうゆうモデルまで、お待ちしております。第5回ゆうゆうライブコンサート in 練馬文化センター、2021年11月11日木曜日、出演者募集スタートです。昼の部は山崎定時と歌仲間、夜の部は加山明夫と歌仲間。コンサート会場からライブ配信、インターネットの生放送を行います。ライブ配信のスタッフはジャニーズの某国民的アイドルのツアースタッフです。お問い合わせはゆうゆうモデルまで、お待ちしております。